男のロマンライブ、今回はですね、アニメタイガーマスクの世界という題してお送りしたいと思います。はい、改めましてこんばんは、テルです。アシスタントのコサピーです。久しぶりのちょっと収録で、いつになく緊張してますけどそうですね、なんかちょっと固い感じから硬い感じ、ちょっと正直ちょっと仕事が2人とも忙しくてですね、ちょっと峠を越しましたんで久しぶりに番組で再開したいと思います。はい、そうですね。今回プロレスアニメですね。で、プロレスを実はテーマにしたアニメってすごい少ないんですよ。意外なんですけど。はい、でこのタイガーマスクと、はい、タイガーマスク2世ってちょっと続編が80年代にあって、はいはい、あとは本当にね、ちょっと経路違うけど、筋肉マンとかね、はいはいはい。そのくらいしか実はないって言われてて、これだけプロレスが日本は人気があるのにアニメがないっていうのはすごい意外な気がするんですけど、まあ、それだけこのタイガーマスクっていうものがもうとどめさせちゃったみたいなところがあるので、うん、今日はちょっとその世界について掘り下げてみたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。でこれ実はまあ古い作品で1969年昭和44年から71年昭和46年 の、まあ、に放送されてて2年間やってるんですね。はいはい、で全105話あって、はい、私たちも当然これリアルタイムじゃなくて再放送世代で、うん、夕方にねなんかずっと繰り返しやってたんですけど、まあ多分これ全員はちゃんと見たって人の方が少ないかもしれないぐらい話数が多いんですよね。うん、でまあ一般の方が知ってるタイガーマスクってプロレスで実際に活躍したタイガーマスクとか、あと最近ではそのずっとランドセルをね、貧しい子供たちに寄付するタイガーマスク運動っていうのがあるじゃないですか。でそれがその差出人が伊達直人っていう名前なんですよね。でそれが果たして何なのか、若い人にはなんでタイガーマスクがランドセル寄付するのかが分かんないんじゃないかなと思うんで、この話を聞くとその辺も分かるようになります。はい、でこれ梶原一騎さんが原作で、まあ、巨人の星、明日のジョーと並ぶ、まあ、代表作の一つがこのタイガーマスクなんですけど、まあ、俗にスポコンって言われるスポーツ根性ものの劇画を、まあ、前世に導いた方なんですよね。でタイミング的にはね、巨人の星のテレビ放送が開始されて、明日のジョーの連載が始まる頃にこのアニメのタイガーマスクが始まってるってことなんですよね。ほとんど同時期に作られた作品ということになります。でタイガーマスクっていうその、まあ、アニメの舞台はですね、まあ、原作もそうなんですけど、昭和42年から46年頃の日本プロレス、今はもうない団体なんですけど、まあ、力道山先生が作った。でここにジャイアント馬場とアントニオ猪木っていうその2大エースがこうちょうど揃ってる時期で、まあ、BI 法って言われて、テレビもですね、なんと日本テレビと、まあ、今のテレビ朝日 NET の2局で毎週中継されて、週に2回放送があって、視聴率がね 30% ぐらいあったんですよ。プロレスの第2次黄金時代って言われる時代に、ちょうどこのタイガーマスクっていうのが、まあ、この日本プロレスに上がるんですよね。なんで、馬場さんと猪木さんの両方の、まあ、ちょっと後輩みたいなキャラクターで出てくるっていう作品になります。で、このタイガーマスクっていうのは、実は異名があってですね、東洋の黄色い悪魔なんですよ。これワールドカップで時々なんか赤い悪魔軍団とかなんかそういう海外のチームがあったりすると私なんか反応しちゃうんですけど黄色い悪魔って言われてたのがなんでかっていうと、はい、とにかくアメリカでデビューしてその海外で日本に来る前っていうのはとにかく悪役レスラーなんですよ。もう悪役でその悪いことばっかりして、漫画読んでるとよく原作に出てくるんですけど、全米何州で禁止された、残酷すぎるという理由で禁止されたこの必殺技をみたいなこと言って、とにかく悪いことしまくる悪役レスラーなんですよね、主人公って。で、それがなんでなのかっていうと、まあ、虎の穴っていうところで、このタイガーマスクっていうのは育ってるっていう、まあ、裏のテーマがあるんですけど。で実は私はちょっとだけ原作も読んでてですね、兄貴がまあ単行本持っててくれたおかげで、実は小さい時に原作漫画を先に読んでるんですよ。で原作ってね、左にこれレポートのジャケットですけど、こんなビジュアルなんですね。でもっと虎がリアルな覆面なんですけど、
ちょっと一見すると猫っぽいでしょ。ね、ちょっとあの後に主人公の顔も出てきますけど、あのちょっとだけね可愛いんですよ漫画の方が。で、僕らって雑誌で連載されてて、その後あの少年マガジンにも連載されたらしいんですけど、あのちょっとやっぱり対象が子供向けなんで、ちょっとだけ頭身がこう子供っぽいんですよね。で、アニメになった瞬間にこの右側なんですけど、結構なんかこうシャープなタッチで、すげえなんかこうあのトゲトゲした感じになって、ちょっとねキャラクターもみんな大人っぽくなるんですよね。で、もうタイガーマスクといえば、あのちょっと後に東映公式チャンネルの映像なんかもちょろっと入れてもらおうと思ってるんですけど、はいはい、オープニングがかっこいいんですね。始まった瞬間にその虎だ、お前は虎になるのだっていうその有名なセリフがあって、このあの虎の像、羽の生えてる虎の像って、実は原作にはなんか出てきてなくて、アニメが先だったって言われてるんですけど、この口からその主人公の伊達直人っていうのがこうトレンチコートを翻すとタイガーマスクになって、なんかすごいこのポーズでビャーンって極放物線が入ってタイガーマスクって出るってオープニングがあって、これ実は後のアニメのですね演出にすごい影響を与えてるらしくて、あのデッサンとかパース結構無視なんですよね。もうなんかリングの大きさとかも結構その時その時でこう結構デタラメなサイズになってて、で上から行ったり下から行ったり、そのすごいカメラが動き回るあの演出で、当時のアニメの中ではやっぱかなりこれ画期的な演出だったんじゃないかなと思うんですよね。でこれ演出した方がその手書きの原画をそのまま、まあ時代ですよね、ゼロックスですね、でこのセル画にコピーするって手法で結構太いその鉛筆を使って描いた、こうものすごい勢いのあるデッサンをそのままアニメに取り込んだってことらしいんですけど、なんかあの人の顔が真っ青だったりとかなんかあのちょっと一種異様なものが始まったぞっていう感じがあるオープニングなんですよね。でまあ歌もね、これ菊池俊さんっていうそのもうあのヒーローものアニメ特撮のもうあの巨匠なんですけど、主題歌を作曲された方の作品で、これ後に仮面ライダーとかゲッターロボとかね、ちょっと経路が違うところで言うと暴れん坊将軍とかの曲を作ってらっしゃる方で、これやっぱりこうウエスタンなんですよね。じゃんじゃが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 っていう、その要は当時やっぱり流行ってたマカロニウエスタン調の西部劇みたいな特徴で、始まると。でこの右側の黒いジャケットがあのアニメのシングルのリリースされたレコードなんですけど、これうちに実は家にあってですね、まだあるんですか。ちっちゃい時よく聞いてましたこの、はい、で有名なのがこのエンディングのみなしごのバラードっていう、まあ、アニメ史上最も暗いんじゃないかって言われるぐらい切ない歌ですね。でここでちっちゃい時にね、この伊達直人のちっちゃい時の多分こう回想シーンなんだろうけど、なんかこうすごいところを子供が歩いてるシーンがあって、これ何なんだろうと思ってたんですけど、これよく考えると当時ではまだその戦後の復興の時期もちょっと引きずってる時期で、伊達直人って戦災孤児だったんじゃないかっていう感じなんですよね、今にして思うと。だからその戦後の焼け野原のところをですね、なんか多分靴磨きかなんかをしながら過ごしてる時の思い出の映像なのかなっていうのが今見ると思って、ちょっと今の人が見るとね、これどこ歩いてんのって感じだと思うんですけど、そういうエンディングも有名ですよね。でその主人公ですね、さっき言ったそのタイガーマスク運動の送り名が伊達直人っていうのがこのタイガーマスクの正体、中に入ってる人なんですけど、これ別名がキザ兄ちゃんって言われてて、で孤児院で育ってるんですね。でこの孤児院をでね、なんかね、上野動物園のにみんなで遊びに行く会があって、そこでその虎の姿を見て、俺は虎のように強くなるんだっつって、そのままいなくなるんですよ。で時が流れて、突然その金持ちのキザ兄ちゃんとしてその孤児院に帰ってくるところから始まるんですね、はい、でその時の説明は、その親戚の遺産ががっぽり入って、天涯孤独の本当はみなしごなんですよ。みなしごっていうのもね、今としてはちょっと使わない言葉ですけど、その孤児だったんだけど、とにかくそのなんか要はもう今金持ちなんだっつって帰ってきて、結構ね、そのまあこのちびっこハウスっていうのが、その当時自分たちがいた孤児にいた孤児園の子供たちが大きくなって作ったのがちびっこハウスで、要はその自分の後輩のところに、要はいっぱいお土産を抱えて毎回来るキザな兄ちゃんなんですよね。でトレンチコートを着てて赤い
ハンチングかぶってて、でこのオープニングで車をなんかスポーツカーを赤いスポーツカーを乗り回してるんですけど、これなんかランボルギーニエスパーダだっていうのが一般的に言われてるんですけど、なんかね詳しい人によるとどうもそれは嘘でジャガーピラーナじゃないかとかっていう説が、まあ、とにかく要はその当時でいう高級会社に乗り回すキザな野郎っていうのが表向きの顔なんですよね。で声がね、あの富山圭さんって、これあのヤマトの古代くんの声の方ですよね。でちょっとね一瞬だけある時期だけなんか病気療養かなんかに入られて、森浩二さんが代役されてて、再放送見てると時々声が違う週が何週か続くんですよね。でこの森浩二さんって方はあのガッチャマンの大橋の剣の方で、ガンダムでいうとこのガルマの声の方ですね。でまあタイガーマスクといえばこの虎の穴ですけど、これ秘密結社で、まあ、言ってみればショッカーみたいな感じなんですけど、まあ、もちろんこれ仮面ライダーより先ですけどね、こっちが、はい、でアルプスのねなんか山中にその養成所があって、でとにかくその地獄の特訓を課して、もう脱走したら銃殺刑っていうところに、要は全世界中からその要は孤児とか、まあ、そういう子たちを集めて、プロレスラー養成所なんですよ。で伊達の後はその中でもその首席の成績で卒業して、だからその最高の称号であるところのタイガーマスクっていうものを与えられたっていう設定のようですね。でどのくらいのそのしのぎを払うのかというと、まあ、ファイトマネーの半分、まあでもこんだけ鍛えてもらって一流にしてもらったんだったら5割ぐらいだったらあれかなと思うんだけど、まあ要はそのかなりのしのぎを払い続けなければいけなくて、でこの虎の穴のビジネスモデルは生徒をプロレス界に送り込んでファイトマネーを稼がせて、その上前を跳ねて運営されているっていうかなり画期的なビジネスモデルなんですね。で面白いのがそのこの特訓なんですけど、これアニメもいいんですけど、原作俺読んでて面白かったんですけど、とにかく伊達とか時々こう思い出して語るんですけど、コールパールと重油のプールで50メートルの力泳で火をつけられ激しく地面を転げて消すか焼け死ぬかの地獄の特訓で寝技のスピードと変化を鍛えられた。でくる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 回ってる安全地帯から、はい、メリーゴーランド状になってるところから飛び降りて、こうわずかな干渉地帯に飛び降りるとか、なんか裸で皮膚を鍛えるためにアルプスの氷壁をよじ登る死の登山とかね、で猛獣と生で格闘させられるとか、なんかかなり無茶なトレーニングしてますね。ちょっとねどうしても見つからなかったですけど、俺がすごい覚えてるのはベルトコンベヤの上で、はい、後ろにノコギリの回転ノコギリがあって、はいはい、いやその止まると真っ二つに切り裂かれるみたいな、はい、で恐ろしいのがね約半分は脱落って言ってるんですけど、ほとんど死んでるんですよ、はい、終わり死ぬってもうブラックどころじゃないっていう、ね、でその中で勝ち残って生き残った人の中のトップ中のトップっていうから、いかにその伊達の音っていうのがすげえやつかってことなんですけど、なるほどなるほどなるほどで、まあ、そこからその要は手を変え品を変え虎の穴が飛脚を送り込んでくる。なんでかっていうと、はい、そのタイガーマスクはこの上前を跳ねられるギャラを虎の穴に対して拒否するんですよ。あ、払わないんですか。バックレるんですね。バックレるってタイガーマスク悪いじゃねえかってなるんだけど、タイガーマスクはその要は身寄りのない孤児、まあ、自分の後輩であるそのちびっこハウスの子たちに寄付をしたくて、でそれで虎の穴に逆らうわけですね。でそれで虎の穴が怒って、お前約束違うじゃねえかってなって、その次から次に刺客を送り込んできて、その刺客との戦いっていうのが、まあ、このタイガーマスクの、まあ、プロレスアニメのかなり大きなドラマなんですね。もう言ってみればショッカーの改造人間と何も変わんないんですよ、まあ、何度も言うようですけど仮面ライダーの方が後なんですけどねそういう意味で言うと、なんかそういうその戦隊とかヒーローもののちょっと影響をこれも与えてるのかもしれないですよね。でこの赤き死の仮面とかね、ライオンマンとか、まあ、エジプトミイラ、これなんか体を叩くとなんか催眠薬が入ったと粉が飛び散って眠くなるっていうでゴリラーマンとかね、これなんかもう見てもらうと分かるという、もう大きさおかしいじゃないですか鎖つけたまま試合してるし、はい、でピラニアン、
ピラニアンっていうのはこれもなんか周りのプールでピラニアが泳いでるプールの中で格闘して、うん、本人全然水の中平気なんですよ、うん、ピラニアの怪人なんで。でこれゴールデンマスクこれものすごい明るい光で目を要はもうやられてしまって見えなくするっていう、で歯に鉄の歯が仕込んであってロープとか噛み切っちゃうぐらいなんですよね。でこれどうやってやったかっていうと、なんか足元に潜り込むと眩しくないってことで、なんかそれで倒したような気がするんだけど、てるさん、ちょっと突っ込んでもいいですか、この右上の方ちょっとされてなかったんで、あえて触れなかったんですけど、そうですね、一応ちょっとお願いしよう。これが一部でものすごく造形が卑猥だってことで話題なんですけど、はい、ミスターノーっていうキャラクターで、はい、これで頭突きがすごい強いんです。これどういう体の構造になってるんですか、ね、それで最初わかんないんですよ、はい、でとにかくこれに頭突きされるとですね、当時日本に大木金太郎っていうその頭突きの強さではもう定評のある頭の石頭で有名なレスラーがいた、その人がその頭突き合戦でやられるぐらい強くて、でもとにかく試合中この首がぐにゅぐにゅしてガンガン頭突きしてくるんですね。でこれは何だったのかっていうと、後でその試合が勝った後にマスク剥がして分かったんですけど、この頭のこの部分に鉄球が入ってるんです。あ、反省なんですね。で顔はここにあるんですよ。でこの脳って書いてあるとこから覗いてたっていうのは覗き穴だったっていう、ね、覗き穴だったんですねこれ。で今さっき言った通りね、全員反則なんです、はい、虎の穴ってところは悪役レスラーの養成所なんで、とにかくどんな手を使ってでも相手をやっつけるっていう人たちで、とにかくタイガーマスターその中で裏切り者なので、どんな手を使ってでもいいって言われてきてるので、この赤騎士の仮面のこのロープのこれね、目をこすってるんですよ。でアニメでその赤いね、血がねこうビューってこう飛び散るシーンとか、結構えぐい反則シーンがいっぱい出てくるんですけどね。で女子大歌ではそのフェアプレーでその切り抜けて男の根性を見せてやれって言ってるんですけど、結構タイガーマスクも本気で怒ると結構えぐい反則し返すんだけどねこれでも虎の穴もあれですよね、一応リングの上で勝負をつけようとなんとかしてるわけですよね。だんだんその辺がもうさすがにもうそれだけじゃやばくなってきて、そうじゃなくなってはくるんですけど、基本的に悪役レスラーもみんなリング上でちゃんと試合で勝負をするところは、最低限のマナーとして、まあまあ、そうですね、プロレスの枠の中で相手を倒そうとしてくれる、そういうことですよね。その闇討ちされてね、ホテルで殺されたりするんじゃないかと思うんだけど、はい、それね、実はこの後出てくる人が実はそういうことをやりそうになるんですけど、そうですか、はい、じゃあでこの人ですね、ミスター X わーです、これ、はい、もう後にこうよく猫をこう抱いた悪いやつって出てくるじゃないですか、はい、もうあれのなんか原型みたいな人で、こう顔色がまずおかしいでしょもうデスラー相当ですよねそう、宇宙人じゃねえかっていうぐらいの顔してて、はいはい、この人はね、非常にこう渋い声で落ち着いたトーンなんだけど、はい、で最初はその要はタイガーマスクに対してその悪役レスラーをぶち当てるそのブッキングをするプロモーターみたいな役割で出てくるんですけど、だんだんこの人は分かってくるんですけど、虎の穴の中間管理職でこれ、ね、とにかくタイガーマスクを仕留め損なうたんびに本部に呼び出されてめちゃくちゃ怒られるんですよ、はい、でもうビビりまくって、もう最後はもう拳銃持ってるでしょこうやって、はいはい、でも車で引き殺そうとか、もう拳銃で撃ち殺そうとまでするんですよ、はい、ただ帰り討ちにあって、最後は結局タイガーマスクに帰り討ちにあって死んじゃうんですけどね、この人途中で、はいはい、でもとにかくね、なんかもうとにかく冷徹で恐ろしい悪役だったんですけど、だんだんこういう顔も見せるようになって、あれ、あ、ちょっといい人みたいな、ちょっとね、ミスター X かわいそくないっていう同情が湧くような、すごい味のあるキャラでしたけどね、はい、シルクハットにこの単眼の眼鏡で、はい、なんかこうワインとか飲んでるような感じのね、悪役でしたけど、で伊達直人としてのドラマ部分でいうと、もうヒロインがいて、この若槻るり子さんっていう、そのこれちびっこハウスというか、まあ、個人時代の伊達直人と幼なじみで、孤児同士でね、でこの人が今はそのお兄さんのこの若槻さんっていう人と、一緒にちびっこハウスを切り盛りしてる、まあ、今はその何ていうんですか、保育士みたいなことをしてる人なんですけど、
でここにその健太くんというその男の子がいたりして、伊達直人がそのキザ兄ちゃんとして時々行くんですけど、このね瑠璃子さんはその伊達直人がタイガーマスクの正体じゃないかってかなり早いタイミングで気づくんですよ。でずっととにかくタイガーマスクの試合を子供たちが応援してるのをこう見てられない感じで見てるっていう、すごい儚げなヒロインで、この人はあの人気がありましたね。でね、これが漫画の瑠璃子さんですけど、ちょっと顔がやっぱりちょっと子供っぽいんですよね。なんかアニメの方がちょっと大人な女性で、まあ、これ当時あの瑠璃子さんに憧れた男の子多かったと思うんですけどね。でそれに対してこの若月先生っていうのお兄さんの方、ちょっとたまたまメガネはめてない映像なんですけど、メガネ普段してて、まあこの人存在感が薄くて、この人が園長なんですけど、名前がないんですよ。若月先生としか言われてなくて、本名なんて言うんだって未だに謎らしいんですけどね。でもう最終回に行くに従って、そのもうタイガーマスクなんでしょあなたはってことを言い出して、うん、最後の戦いに行こうとする伊達直人を止めるんですけど、うん、まあ、これを振り切って、最後のリングに上がっていくんですよね。この辺なんかウルトラセブンの最終回と結構近いところがあって、なんかそういう意味でもこの作品っていうのは面白いなと思って見てましたけどね。でね、結構もう一個有名なのが、あのこれグレートゼブラっていう覆面レスラーが出てくるんですけど、はいはい、これあの見てわかる通り正体ババさんなんですよ。ただこの作品の優れたところは、最初からジャイアントババさんがマスクかぶったってことで出てこなくて、はいはい、最初はねその虎の穴からじゃないけど、どこから来たのかわからない謎の素性がわからない覆面レスラーとして出てきて、うん、いやタイガーマスクはすごい疑心暗鬼で最初信用しないんですよ。でずっとタッチしてて、あのタッグ組んでてもタッチしたりしなかったりっていうのを揉めて、うん、お前なんかに騙されないぞみたいなことをずっと言ってるんだけど、ある時とうとうその馬場さんだっていうことが正体が分かって、でここにあの書いてあるんですけど、声は喉でね締め付けられて変わるけど、のっぽは隠せんなって言ってこうマスクを取るんですけど、見ただけで分かるじゃねえかって話なんだけど。でもね、あれなんですよ、そのグレートゼブラ試合中にこう左足でキックをしないんですよ。16問キックを使ってしまうとバレちゃうから、はい、わざと右足で蹴ったりね、なんかそういう、こうなんか痛い、なんかこう可愛い隠し方をするんですけど、それをねまたねタイガーマスクがなんかこうわざと威力のない蹴りを使ってるとかって疑ったりして疑心暗鬼になるところが、結構このやり取り面白かったですけどね。とにかくね、この作品でのジャイアントババっていう人はもうとにかくタイガーマスクの理解者でいい先輩で、もうすごくよく描かれてるんですよね。で実名でその選手がね出てるってところも、この梶原作品ならではの結構無茶をやるんですけど、これはあれですかね、ババさんのこう承諾済みなんですか、ね、いや未承諾だと思います。マジっすか、いいっすかそれ、本人未承諾で。あの梶原一騎だからいいんですよ。もうあの巨人の星にも長島も王も金谷も出てきますし、はいはいはい、もう平気でそういう現実とそのファンタジーの世界をこう突き抜けちゃって、力技でこう強引にこうみんなを納得させるパワーがこのあったんですよね、はい、まあ、権利問題が結構雑だったってのがあるんですけど、はい、まあ、日本プロレス協会は協力っていうのでテロップ出てましたけど、まあ、絶対馬場さんは後で知ったでしょうね。あ、俺出てんだって。でも、こんなので出てるっては。いや、ずっと馬場さんは馬場さんで出てるんですよ。いい役で。ただ、あの、途中でこう、タイガーマスクがどうしてもピンチになった時に、味方がいないんですよ、タイガーマスク。それで見かねて馬場さんがマスク被って出てくるんで、まあ、本人も別にこれは悪い気はしなかったじゃないかなと思う。なるほど、なるほど。まあ、見た目はちょっとね、シマウマなんですけどね。それでその後半に行くにしたかって、はい、いよいよその虎の穴が伊達直人タイガーマスクを倒せないもんだから、はい、ついにそのもう最後の3部幹部の3人がもう自ら覆面かぶって出てくるんですよ。これ右の写真の3人、この左のこの3人がこのマスクかぶって、それぞれブラックタイガー、ビッグタイガー、キングタイガーって言ってね、ブラックタイガー、イエロータイガー、レッドタイガーにすればいいのにと思ったんだけど、覚えにくくてさ、これが、うん、でとにかくその要は虎の穴で選手を鍛えてる役割をしてた、もう監督のクラスの要は幹部連中だから強いんですよね。でこれが一人ずつやってきて、そのタイガーマスクと、あとこれまたね、あの律儀に一人ずつ勝負するんですけど、結局ねこの3人も要はタイガーマスク倒せないんですよ。
っていうのがもう後半のその怒涛のクライマックスなんですね。虎の穴がこう壊滅するかタイガーマスクを倒すかって戦いになってきて、でついに最後はその総監督というかね、総帥のこの、まあ、虎の穴を作った男自身がタイガー・ザ・グレートとして、ラスボスとして出てくるんですね。でこれさっきの3人のそれぞれの得意な反則技を合わせ持つ最後の切り札っていうボーナスチャンスみたいなやつなんですけど、でこれとの戦いが最終回です。こいつを倒せば虎の穴がようやく壊滅して自分が自由の身になれるっていうその修羅場の戦いなんですよね。ことが出てくるとさっきのミスター X が中間管理職だったっていうのがなんか納得できますね。そうなんですよ。最初はミスター X が一番悪いやつだと思って見てるんだけど、うん、だんだんなんか上が出てきて、うん、あれ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 ってなったんで、こいつ小物だんっていう、そうそう、なんかこんな人が後から出てくるんだったらやっぱあの人やっぱ中間管理職、そうなんですよ、ね、子供心にそういうなんかこう組織のヒエラルキーみたいなのを学んだんだけどね。なるほどね。いよいよそのもう創立社長自らがエース社員を倒しに来るっていう絵柄ですよね。でこのとにかく最終回がまあ問題作でね、去りゆく虎って作品でもう真っ赤に血が染まったタイガーマスクがこう上から落ちてくるようなシーンでタイトルが出るんですけど、まあその前話から試合は続いてるんですけど、とにかくこのタイガー・ザ・グレートがもう反則の限りを尽くしてこの机、本部席の机を叩き割って顔を潰しに来るんですね。でそれを間一髪避けたらマスクが取れちゃうんですよ。でここでそのタイガーマスクの正体がもうテレビを通じて全国に流されちゃうんですね。で当然それをそのチビックハウスで見てた子供たちはキザ兄ちゃんが正体だったんだってここで気づくんですね。でここからがすごいんですけど、その伊達直人がですね、かつてのその東洋の黄色い悪魔と言われてたその本能が蘇っちゃって、お前らに教えられた反則技全部使ってやるって言って、とにかくここから最終回の何分間かはもう残酷な反則ラッシュなんですよ。もう本部席の使いを使って突き刺して、これなんか右側本部席にあった電話のコードで首絞めてね、もうね、とにかくもう人殺しレベルの反則をもう怒り狂って泣きながらその要は狂乱の反則を続けるってシーンが続くんですよね。でこれリングサイドにいるのがこれ馬場さんと猪木さんなんですよ。でも止めに来るんですね。さすがにお前殺す気かって言って止めに来るんだけど、タイガーマスクは最後自分のマントをこのプレートに絡めて上の照明からぶら下げて、なんかゴングかなんかでガン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 殴って、で最後ねこの照明が落っこちて下敷きになってこのタイガー・ザ・グレートが絶命するんですよ。多分死んだとは言ってないけど、多分もう完全にこれ死んだなって感じになるんですね。でこのもう上着脱いで2人が止めに来てるんですよ、パパさんと猪木さんがね。でそこを本人はマスクの破れたのを持ってダットのごとく会場から出てって、でその次のシーンではもうチビックハウスの子供たちがキザ兄ちゃん今度いつ来るのかって聞くんですよね。そしたらルリコ先生はもうここには来ないって言うんだよね。で伊達直人が最後飛行機に乗ってどこからどこへ当てもなくなんか去っていくってとこで終わるんですね。でじゃーんっつって終わりってなっちゃうんですよ。なんでその最後はそのタイガーマスクが正義の味方でねずっと来て、要は悪役で始まって正義の味方になって最後また悪役に戻って、で自由を手に入れた代わりにその全て失って去っていくみたいな、ちょっと深いでしょこれ話がね、うん、何をその要は訴えたかったのかなって、やっぱちょっとかなり考えさせられるようなラストで、ただまあその本人がまだ生きててまたいつか帰ってきてくれるかもしれないって希望だけは残して終わってるんですけど、でとにかくこの去りゆく虎っていうことで、まあその要は反則をしてしまったんだけども、その守るべきもののためには戦わなきゃいけないんだみたいなことを子供に伝えられたから良かったものの後悔もあり、そうですよね、こういう残酷な、うん、もうタイガージェットシーンももう真っ青な反則ですよねこれ。そうだね。そうですよね。いやそのね、子供たちに見せたわけですよね。いやそれをだから小さい時にそのタイガーの最終回でその普通ね、うん、悪役一番強いやつを倒して、しかも正義のヒーローだったら正義の力で最後は勝って、
でみんなと一緒に幸せにっていうのを期待するんですけど、梶原一騎って人はそういうことしないんだよね。巨人の星も最後はもうボールが投げられないみたいなことになったり、矢吹城だって真っ白に燃え尽きるし、ハッピーエンドじゃないんですよね。だからハッピーエンドじゃないから余計になんか心に残るのかもしれないですけどね。ただアニメの最終回はまだいい方だって思うぐらいの原作がある、待ってるんですよ。マジですか。ちょっと、はい。で漫画の原作はこうなんです、はい。これ伊達直人が、はい、まあ、実在するそのドリーファンクジュニアっていうその選手の持つ NWA 世界ヘビー級選手権っていう、その要はプロレス界で当時最高峰のタイトルに挑戦する日に、子供が目の前で自転車で転んで、それを助けようとして自分がトラックに轢かれて、最後これ何してるかっていうと、ポケットからこのタイガーマスクのマスクを川に投げ捨てて死ぬんです、はい。すごいでしょ。トラックにはねられて死ぬんですよ。で伊達直人はもうタイガーマスクであることも誰も知られないままに死んじゃって終わるっていう、そのどうしようもない終わり方をするんですよね。だから、まあ、アニメの原作っていうのはもう全然、このアニメのその最終回っていうのは原作とはもう全く違う世界を描いてて、そのどっちが良かったのかっていうとちょっともう何とも言えないんですよね、これってね。これなんか2つ、なんか原作もアニメもちょっとこうストンと来ないですよね、なんか。そうだからね、やっぱりでもこれやっぱり今大事なことで、その子供向けの番組だから、なんか人が死んじゃいけないとか、死んでも蘇るとか、すぐ仲間が助けに来るとか、で最終回とにかくハッピーエンドで終わらせた方がクレームも来ねえしみたいなのじゃなくって、やっぱこの当時の子供番組の、その子供番組とか子供漫画だったり子供アニメだったりの、その作ってる人たちっていうのは、まあなんかこう社会はそんな甘くねえぞっていうか、一筋縄じゃいけないやつをこう我々に見せてくれてるんですよね。でまあこれ裏返すと、いろいろそのこんな子供向けの番組なんかやりたくねえんだみたいな大人のね憤りがちょっとあったりもしたりもするところもあるんですけど、やっぱそれよりもやっぱ子供たちにその正しい道を教えるのに、綺麗事だけ言ってていいのかなっていうのも絶対あったはずなんですよね。でだから当時のやっぱ作品がいちいちやっぱり未だに大人がその覚えてて、何かにつけて話題にして、で子供のなんかこう貧しい子供に寄付するのに伊達直人って使おうかなって思ったりするっていうのって、やっぱこの辺にあるんじゃないかなと思うんだよね。でこれがね、さっきのそのタイガーがなんとかが出てきた時に、もう一人なんかこういいタイガーマスクが現れてとか、やりがちじゃないですか今だったら。で最後絶対俺は反則しないって言って綺麗に戦って勝って、でこの子供たちと若槻瑠璃子さんと幸せに暮らしてほしいじゃないですか、なんだけどそうしないんだよね。だこれがなんか残酷でもあり、でもやっぱね、なんだかんだやっぱ物心つくかつかない頃に見てたけど、なんかやっぱ感じるものはあったよね。まあそういうその作品なので、タイガーマスクっていうのはなんか未だに、なんかかんかで話題になって、なんか面白かったよねっていうね、記憶に残ってるんではないかな。リアルなプロレスのこの時代、タイガーマスクさんいらっしゃったと思うんですけど、あ、いや全然時代違いますよ。だからもっと後じゃないですか。いや全然後じゃないですか。だって1980年代でしょ。リアルなタイガーマスクさんとか、確かパンツがブルーで、そうです、あれはタイガーマスクのこの作品とは別に、はい、あの時代にこれ日本テレビで放送してたんですよ、タイガーマスクってアニメは、はい、でテレビ朝日でタイガーマスク2世っていうのが始まったんですよ、はい、82年とか3年に、はい、でそれに合わせて新日本プロレスにタイガーマスクあげようかってなってあげたから、はい、あのタイガー初代タイガーマスク、プロレス活躍してる初代タイガーマスク、タイガーマスク2世のコスチューム着てるんですよ。あ、そういうことなんだけど、はい、当時のタイガーマスク2世って正直そんなに人気なかったさ、アニメ。あ、そうなんで、はい、でタイガーマスクって言われるとやっぱりこの黒パンツで、はい、伊達直人のタイガーマスクのイメージがめちゃくちゃ濃いんですよ、我々もね、当然。なんで、
あの全員そのタイガーマスク2世が始まったから始まったタイガーマスクね、マンキープロレスのなんだけど、全員なんか頭の中でやっぱその伊達直人のタイガーマスクと重ねて見てたと思うんだよね。なるほどね。ちょっとなんかその辺はね、なんかこうズレがあって。ただこのね、原作のタイガーマスクもやっぱりこう、入場してくるときにこうトップロープ上に立つんですよ。わかる？あのマント着てトップロープの上に、いきなり立ってるんですよね。で、だからね、タイガーマスクになる人は、プロレスの世界で必ずそのトップロープの上にさっと立てることっていうのが条件だったなるほどね。でもこのプロレス、ね、アニメのこのタイガーマスクって最初のタイガーマスクは別にそんな空中殺法をバリバリやる人とかじゃなくてね、普通のレスリングをする人で、まあ時々その要は突拍子もない大技があったりはしましたけど、基本的にはそのなんか地上で戦ってるレスラーで、別に覆面レスラーだから空飛ぶっていうのじゃなかったんだよね。俺のタイガーマスクの初代が出てきた時に、なんかこうテレビでアニメをさながらのなんかこう華麗な空中殺法とかいう人がいたんだけど、お前原作見てねえだろと思った、ね、原作のタイガーマスク別に飛ばねえよと思って、だからあれは逆に言うと佐山悟がオリジナルで作ったタイガーマスクなんですよ。いや、なんか僕はすごいかっこいいなと思ってましたね、子供の頃。あのリアルなあのアニメじゃない方のタイガーマスク、だからあの逆にアニメじゃないタイガーマスクの方から入った人が多かったと思うよね、うん、ここはなんかタイガーマスクというとアニメじゃない方のちょっとタイガーマスクがちょっとイメージなくて、いやだからね、逆に言うとそのこんだけ有名な原作があったのに、はい、その原作をリアルの世界で超えちゃったっていうね、あの佐山悟って人の天才ぶりっていうのもすごいなと思うんですよ。逆にね、そういう人がいるぐらいだからね、普通絶対超えられないじゃないですか、こういうやつって。じゃあ、テルさん、じゃあ今度リアルなタイガーマスクさん、ぜひちょっと一本お願いします。あ、それやるとちょっともう8本ぐらいになっちゃうんでね。わかりました、はい、また機会があれば、はい、はい、ということで今回は、はい、アニメ、まあ、原作もちょっと含めての、そのタイガーマスクって何なのかって話を、お送りしました、そういうことで、ぜひまた、いろんなテーマを取り上げたいと思うので、はい、なんかリクエストとかありましたら、はい、いただけましたら幸いです、はい、あとタイガーマスクの思い出なんかあったら、はい、コメント欄に書いていただければ励みになります。そういうわけでごきげんよう、さよなら、はい、さよなら。